ノクター、大丈夫？今アーデンが。え、アーデンって、じゃあ列車が止まったのってそのせいなのかな。何が起きたか全然わかんないんだ。グラディオたちは原因を調べに機関室へ行ったよ。俺たちは後ろの状況を確認しに行こう。他の人まで巻き込まれるよ、ロクト。前の車両に逃げて。俺たちが相手してやる。中は安全じゃないね。他にも乗り込んでるか。後ろに向かうぞ。被害はどのくらいなんだろう。ラノーレンって自爆するんだね。奴らを中に入れるな。うん、外で片付けよう。何かでかいの来たよ。また出てきたよ。湧いて出てるね。いや、勝てるこれ。ほっ、うりほっ、うりほら。これ、キリがないね。また起き上がった。ほら、うりゃ、ほら、ほら、
艇が追っかけてきた。あいつら列車を攻撃するつもりだ。撃ち落とすしかねえか。どうやって？撃て。あ、そうだね。それ。イグニス、列車止められねえか。プロンプトが落ちた。アーデン、いや、俺が落とした。どこかわかんねえ、結構前。ノクト、落ち着け。状況はわかった。だが列車を止めるのは危険だ。また襲われかねない。他の乗客もいる。だけどもうすぐテネブライに着く。そこで他の乗客を降ろそう。プロンプトは帝国の宰相が絡んでいるなら奴に連れて行かれた可能性もある。そうでなくても連絡があるかもしれない。少し待ってみないか。こっちに来られるか。グラディオもいる。あ、そっちは二人とも無事か。ああ、じゃあそっちに。くそ、また来た。片付けてから行く。なんか来たし。うりゃ、いや、
久しぶりだね。アラネア。これはお前らの仕業かよ。知りたきゃ見たけば。宮殿までなら案内するよ。じゃ、いろいろ聞かせてもらうわ。